変わってサッカー、北海道コンサドーレ札幌は FC 東京と練習試合。名門国見高校出身のフォワード中島大佳が2ゴールを挙げました。今日試合前にトイレで和樹さんに会って、大佳今日何点だって言われて、まあ、とりあえず2点ですかねって言ってたから2点しか取れなかったんですよ多分。だからそこで3点って言っとけば多分3点ぐらい取れてたんで。その中島の1点目、自身が課題に挙げるポジションをうまく取ることと連続した動きを実践。ゴールを決めると PK では尊敬する本田圭佑さんがワールドカップ予選で見せたど真ん中に蹴る PK を再現。目標はバロンドールと語る20歳の逸材が2023年も元気です。とりあえずのキャンプの目標は得点をチーム今オリチース2試合で試合数よりは多く点取りたいなって、このキャンプで。